手分けしてゴッドウォーリアたちと戦いながらヒルダの元へ向かうセイヤたち。いち早くヒルダのいるワルハラ宮へたどり着いたシュンだったが、そこにはアルデバランを倒し日本でサオリを狙ったゴッドウォーリア、ゼータ星ミザールのシドが待ち構えていた。よくぞここまでたどり着いたな。褒めてやろうアンドロメダ。だがこのシドの剣は日本において身に染みたはず。引き返すなら今のうちだ。あいにくだけど僕が引き返すときはあなたたちを倒した後だ。ふん、そんな減らず口が叩けるのも今のうちだ。どうしてもと言うなら仕方がない。行くよ。逃げるなら今のうちだぞ。ファイト。ギリシャ神話において王女アンドロメダはポセイドンの生贄になろうとした。さしずめお前は我が神オーディンの生贄になる。この死の剣によってな。スタンダーレッド。時間はないんだ。一刻も早くサオリさんを助けなきゃ。僕は必ずシドのオーディンサファイアを手に入れてみせる。そうはいかん。そこだ。すごい。でもミーメを倒したのは一気兄さんなんだ。これは僕一人で戦ってみせる。なんてすごい剣なんだ。もし僕がこのニュークロスをまとっていなかったら、そして今の刺激で死んでいただろう。そのままじっとしてろ。そうはいかないぞ。僕のチェーンの動きが甘くない。ミーメとの戦いの影響か。それにしては平和ビナ、僕の力だけではここまで来れなかった。傷つけてしまったかな。おかしい。日本で戦った時とまるで違う。僕のチェーンが全く指導を捉えられない。アンドロメダ、まだ気づかないのか。これは陶器。そうだ、俺の発する陶器のコスモがこの部屋全体を覆い、お前のコスモをもはるかにしのごうとしている。だからお前の繰り出すチェーンも本来の威力を失い始めているのだ。僕のチェーンに霜のようなものが。これがシドの陶器なのか。間もなくお前のチェーンは子供騙しの小道具となるだろう。俺のコスモが高まれば高まるにつれ陶器も限りなく高まる。ましてこの密室ともいえる部屋においてはなおさらにな。チェーンだけではない、お前自身も身動きが取れなくなる。僕のチェーンがまるで通じない。一体どうすれば。シュ、お前はそれぐらいのことでもう諦めるのか。あ、兄さん。自分の力を信じる限り不可能はない。コスモを燃やすんだ。俺も諦めん。ミーメが託してくれた夢を実現させるために。一体どうしようというのだアンドロメダ。できることなら僕は生身の剣は使いたくない。でも僕は兄さんやセイヤたちとの約束を守るためにもあなたを倒さなければならない。僕の本当の力で。どうしたことだ。部屋を覆う陶器がアンドロメダの起こした気流とともに外に吹き飛んでいく。これであなたと対等に戦える。どうしてもと言うなら仕方がない。行くよ。逃げるなら今のうちだ。ファイト。
受けろ指導、僕の真の力を。なるほど、これがネビラストリームか。だがこの程度だ、俺の髪の毛一本傷つけることはできぬ。無駄だよ、許さない。気流の渦が私の動きを封じている。ネビラストリームはまだ激しさを増すというのか。そうだ、ネビラストリームは武器次第で限りなく激しさを増す。そして最後には気流が嵐となるのだ。甘いな、アンドロイド。この程度のストリームを起こしたくらいで勝ち誇るつもりか。あのストリームの中で動けるとは。こんな攻撃では。これが最後の勝負になりそうだ。嵐とやらを起こしてみるがいい。そうはいかん。もっともこの指導の剣を受けてもらう。ウィナー、僕の力だけではここまで来れなかった。本当の力を出してしまった。爆発しろ、クソよ。ネビラストーン、ストリームがストームに。まさしく気流が嵐に変化した。お許しください、ヒルダ様。我が祖国アスガルドに栄光あれ。兄さん、僕は一人でシドを倒したよ。これがシドのオーディン・サファイア。シュン、シャイナさん。私は大丈夫、話は後だ、早く行け。そうはいかん。シャイ、フッ、シャイナさん。あ、シュン、シュン。これは一体。ワルハラ宮でシドと相対したシュンは自ら封じていた真の力を解放してシドを倒した。だがその時、同時にシュンを狙っていた何者かの剣を駆けつけたシャイナが懸命に防いでいたのであった。これは一体。やはりマリンの考えは正しかったようだ。シドの守護聖ゼータ聖ミザールに影のように従う双子聖アルコル、そろそろ姿を見せたらどうだい、アルコルのゴッドウォリアー。シドの影、アルコルのゴッドウォリアー。この俺の存在を知っていたのはヒルダ様ただ一人、他のゴッドウォリアーは無論のこと、シド本人ですら知らずにいたのだ。よく見抜いたな、シャイナとやら。さあ、アンドロメダ、その手の中のオーディン・サファイアをおとなしく渡してもらおうか。そうはいかないよ、私が相手になってやる。お前の相手は私がしてやるよ。俺のこの剣で地獄に落ちるがいい。ファイト。シルバーセイントを舐めるんじゃないよ。この毒は私だ。私はアテナを守るセイントなんだ。ハッ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 。行くよ。かばりな。シャドウバイキングタイガー。まだまだだよ。かばりな。かばりな。おかしいとは思ってたんだよ。いくらゴッドウォリアーの兄弟とはいえ、あのアルデバランがそう簡単にやられたりするわけないんだからね。俺の見たところで、彼女の実力を見せる。まだまだだよ。どうにこのアルデバランとは互角の勝負。確かにまともに。どちらも。かばりな。それで闇討ちってわけかい。シャドウバイキング。闇討ちだなんて。シャドウバイキング。あたしのゴッドウォリアーっていうのはまだまだだよ。今日の奴らだったのか。たばりな。このバドはあくまで影の子。最もブロンズセイントごとき
この俺が相手にすればならぬとは思ってもみなかった。蛇の牙受けてみな。タイガークロー、サンダークロー。甘く見るんじゃないよ。これがお前の自慢の剣。これでは俺を傷つけるどころか、シャドーバイキング、この人気に強いほどだ。ウィナー、このシャイナに立てつくからさ。まあこんなものかね。さあ二人仲良くあの世に行け。シャイナさん、うわ誰だ。フェリックス一騎。バカな、フェニックスはミーレと相打ちになり生き絶えたはず。確かに俺は一度は死を覚悟し弟にアテナを託そうとした。だが今の俺にとって死ぬということは弟や聖夜たちとも俺に夢を託して死んだミーレよ。そして自らも戦っているアテラすらも見捨てるということと同じなのだ。そんなことが許されるわけがない。俺はアテナのセイント。たとえわずかでもコスモの炎が燃えている限りどんな逆境からも立ち上がることができるのだ。主、一度たりとはいえお前たちを見捨てようとしたこの俺を許してくれ。兄さん、美しき兄弟愛というのにくだらん。所詮この世は己一人、力ある者のみが生き残るのだ。たとえ兄弟であっても勝つ者と敗れる者に分かれる場合もある。情けは無用。バド、まさかお前は。そうだフェニックス、お前とアンドロメダのようにこのバドとシドも血を分けた兄弟。ミザールのシドは俺の弟というわけだ。ならばなぜ弟シドが戦っているとき加勢しなかったのだ。このアルコルのバドはシドが倒れるまであくまで影でしかない。だがシドが倒れればこの俺がゼータ星のゴッドウォーリアとなるんだ。わざと弟のシドを見殺しにしたというのか。もはや貴様を葬るのに何のためらいもない。この線を越えると死ぬぞ。俺のこの剣で地獄に落ちるがいい。はいっと。お前の涙は分かるまい。愛する友や弟たちがいたからこそ俺はこの世を信じ戦い抜いてこれたのだ。そして今もこうして蘇ることができた。お前が蘇ったところでわずかに命を流れたとき、このバドと戦うというのならばな。シャドウバイキング、先ほどまでの大口はどうした。貴様見通しにして何もできない。ブロンズセイントごときに敗れた者が。シャドウバイキングタイガー、今の俺にはシャドウバイキングタイガー血を分けた弟が弱者なら俺の黒にしか見えない。それと全力を尽くして戦いに倒れた者だ。ましてや血を分けた弟への。許さん、お前だけは許すわけにはいかん。受けてみろ鳳凰の羽ばたきよ。どうやら地獄に行くのは貴様のように。エリックスの羽ばたきよ。シャドーバイキングタイガークロー。水ウィナー、どこへ行こうと俺の勝手。これではアテナのセイントとして失格。元より血のつながりなど無意味なもの。
いや、兄弟であるがゆえ余計に憎しみが増すこともあるのだ。憎しみだと？バカな。そうか、ならば教えてやろう。とある双子の兄弟の宿命をな。その昔、アスガルドでも一二を争う名門の家に双子が生まれた。だがアスガルドにおいて双子は家を滅ぼす者として忌み嫌われ、どちらかを選ばなければならない掟があった。選ばれた赤ん坊が母親の温かな胸に抱かれている頃、もう一人の赤ん坊は身の凍るアスガルドの風雪の中に捨てられたのだ。それがこのバドだった。俺は自らの宿命を呪わずにはいられなかった。だがたとえ神が俺を見捨てシドを選んだとしても、俺は自分の手でシド以上の男になってみせると誓ったのだ。無様に敗れたシドに代わって、ヒルダ様もこれからはこのバドがゼータ製のゴッドウォーリアとなることを認めてくださるだろう。そしてお前たちセイントを討伐した最も優れたゴッドウォーリアとして、その歴史に名を残すことになるのだ。かわいそうな男よ。何？血を分け、この世でたった一人の兄弟を憎み、それに代わって歴史に名を残したとて、一体何が得られるというのだ。バドよ、お前に聞こう。シドが旬の騎士改正の剣を浴びたとき、なぜお前は手を下したのだ。それは影のゴッドウォーリアとしての俺の役目。それだけではあるまい。お前はシドを救おうとしたのだ。確かにお前には決して消えぬ憎悪がある。たとえ起きてとはいえ、お前を捨てた親を恨むのも仕方ない。だがシドには何の罪もない。それはお前自身よく分かっているはずだ。黙れ。この世にあるはこのバド一人のみ。他に何があるというのだ。もはや問答無用。くらえ。この線を越えると、俺のこの剣で、ファイト。シャドウバイキング。お前たちは何度でも起き上がってくるという。シャドウバイキング。この俺は何度でもお前たちを打ち倒してやる。バドよ、俺たち兄弟、幸せな星のもとに生まれたわけではなかった。一時は敵と味方に分かれて戦ったことがあったのだ。今こうしてアテナのもとに素晴らしい友達、一つの目標に向かって戦うことができる。ヒルさん、危ない。そんなに心配だ。このバドがメイドに送ってやるぞ、アンドリー。心配するな。この男は俺が相手をしてやる。俺たちのような不幸な星のもとに生まれた兄弟で、いつか平和に暮らせる世の中が来ることを信じて、そのために俺たち兄弟は力を合わせて戦う。この世でたった一人の弟を妬み憎み、それで得た勝利など何になる。この時が高まれば高まるほど剣の威力も限りなく増していく。アテナの戦士を持つ究極のコスモセブンセンシスとはそういうものなのだ。お前の全身兵を叩き込みにして、世の中に存在すると。シャドウバイキング対談。セブン戦士、少しは目が覚めたが、バド。シャドウバイキング対談。決着の時だ。シャドウバイキング対談。この勝負が手に入る。さらに高まっていくぞ。およそ現象みんな、どこへ行こうと俺の勝手だ。何もかも捨てたはずが、これでは。バドよ、フェニックスを撃て。早く。
何？シド？しかしそれではお前ごと撃ち抜くことに。構わぬ。すでにこのシドは死したも同然。あなたがゼータ星のゴッドウォーリアーなのだから。早く！シド、ひょっとしてお前はバドの存在に気づいていたのではないか。ずっと昔から。なんだと？ならばお前はこの俺がお前に取って代わろうとしていたことも承知の上で。あなたの憎しみは当然だ。でもこれだけは伝えたかった。このシドも父や母も決してあなたのことを忘れたことはなかったと。しかしあなたはこのシドを救おうとしてくれた。もはやこのシドにとってこの世に何の悔いもない。血を分けたあなたにゼータ星のゴッドウォーリアを託すことができるのだ。さあ今度はこのシドがあなたを助ける番だ。私に構わず剣を放つのです。バドよ、その剣撃てるものなら撃ってみろ。このフェリックス、あえて避けはせん。くそ！どうしたバド？兄さん、シド！なぜだ？なぜあれほど憎んだシド？この世には憎しみ合い殺し合うことが絶えずある。親子であっても兄弟であっても。だがまだ汚れを知らぬ頃、子は親を慕い、兄弟は信じ合っていた。今もそうありたいと願っているはずだ。ましてもこの世に二人っきりの兄弟ならばなおさら。シドよ、今までの俺を許してくれ。せめてその償いとして、兄である俺の手によってお前を俺たち兄弟の父や母の生まれた祖国の地に返してやりたい。そして再び生まれ変わることができたら、今度も兄弟として戦いや憎しみのないこの美しい祖国で暮らしたいものだな、シドよ。